皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の数学等式の変形を学習します。その中でも基本的な部分について学習します。等式の変形は中学1年生の時の等式の性質を利用します。等式の性質、方程式を解くときに使いましたね。一次方程式では、1年生の一次方程式の解き方、まず最初に復習しておきましょう。こちらを見てください。 3x-8 は7、こういう式があります。では方程式を解いて x を求めてあげましょう。3x は、数字は移行するので7+8、 3x は15。こうなったら x の係数の3で両辺を割りましたね。そうすると x は5。こんなふうに x の解を求めることができました。これと同じようにこちらの式ね、x イコールの式に直してみましょう。ここにあるのは 2x があるので、 2x をこちらが左辺に残して、 x のついていない引く y という部分を右辺に持っていきます。そうすると 2x は 5+y。 これはもうこれ以上計算できないので、この両辺を x の係数の2で割ってあります。こんなふうに考えてください。そうすると x イコール2分の5プラス y、 こんな式が出来上がりますね。これもちろん x イコール2分の y プラス5で順番を変えてあげても構いません。このようにして元の文字式を x イコールの式に直してあげることを、x について解くと言います。もし問題が y について解きなさいと書いてあれば、y イコールね、これ y イコールの式に直してあげればいいわけです。つまり文字について解きなさいという時には、その文字についてね、 y について解きなさいというなら y イコールの式を作ってください。 h イコールの式だったら h を解きなさいという問題ということです。では、下の3つの問題、次の等式を括弧内の文字について解きなさい、こういう問題3つ解いてみましょう。1は 4x+3y は2、括弧の中に y が書いてあるので y イコールの式にしなさいという問題ですね。ではこちらから y がついていない 4x をこちらに、右辺に移動しましょう。そうすると 3y は 2-4x、y の前の係数3で両辺を割ってあげます。こんな風に考えるんですね、はい、そうすると y イコール3分の 2-4x、 このように y イコールの式が出来上がりました。さあ2番に行ってみましょう。L イコール2πr、1年の時学習した円周を求める公式ですね。これを r について解きなさいという問題です。r 右辺にあるので左辺に移動します。このような場合は全てを入れ替え、符号を変えないで入れ替えという操作をしてください。ですから符号を変えないので 2πr イコール L
となります。R を残したいんですね。R の前にある 2π というのは R の係数と、考えますので、この 2π を消すためには両辺を 2π で割ってあげます。こうなります。そうすると R イコール 2π 分の L、 R イコールの式が出来上がりました。ね、R イコールの式になりましたね。では3番 S イコール2分の 1AH、 これは三角形をの面積を求める公式でしたね。この式を H、 高さについて解くんですね。 H について解きます。 H が右辺にあるので、この右辺と左辺を符号を変えないで入れ替えます。そうすると2分の 1AH イコール S という式が出来上がりました。さあ、まずすることは分数を消す、これをしましょう。分数2分の1なので、この分母で、分母、これ分母をかけてあげるんですね。そうすると×2、×2ってやりますね。そうすると AH イコール 2S、こうなります。 H を残したいんですね。 H の前の A 邪魔ですね。これ掛け算しているので A で割ってあげます。つまり、ね、A、 こういうふうに考えてくださいね。そうすると A がこちらから消えます。 Hイコール A 分の 2S、 ね、こういう式が出来上がりました。この時ですね、やはり入れ替える時、符号をね、プラスだからマイナスとか変えちゃう人いるんですけど、符号を変えないで入れ替えるの、これをこの操作を、必ずしてください。符号を変えないで入れ替えるという操作ですね。で、求める文字、必ず左辺に来るように移動してください。学習の基本は、このようなものです。では、またお会いしましょう。さよなら。